それでは、約束通り、我が部活への全員入部をここに宣言し、了承する。うわー！おめでとうみんな。本当にすっごく頑張ったよ。ここまで頑張るとは正直恐れ入りましたわ。皆さんのこと心から歓迎させてもらいますわ。みんなとってもファイトさんなのです。我が部にようこそなのですよ。それにしても大丈夫なのか？この後の授業。ああ、大丈夫大丈夫。そのためのこれなんだからさ。静粛に！実は、まだこれだけじゃないんだよね。だから、静粛に！長らくこの学校のクラス委員長を務めさせていただきました。私、園崎美音ですが、今日を限りに、委員長の座を引退したいと思います。ミヨン、何考えてんだよ。冗談だったら、立ちが悪すぎるぞ。いや、冗談でもなく、本気も本気なんだけど。本気だったらなお悪いわ。いくら新入部員の受け入れに反対してたからって、そんなことで誰もお前のことを悪く思ったりしない。だから。ケイちゃん、ちょっと黙って最後まで聞いて。お願い。そろそろね。私も受験生だしさ。いろいろと忙しくもなるし、卒業してこの学校を出た後のことも考えなきゃいけない。だから、後任を誰にするかって、今年の春からずっと考えていたんだ。みーちゃん。でも、委員長ってのは責任もあるし、仕事もある。何より、クラスのみんなを引っ張っていけるリーダーシップがなきゃ、私みたいにただの雑用係になっちゃうからさ。任せる相手が見つからなくて、結構悩んだ。ケイちゃんがひなみざわに引っ越してきた時、なんとなく感じたんだ。面白いし、行動力はあるし、それに、ものすごくみんなに優しいやつだなって。そんなケイちゃんだから、いい委員長になってくれると思うし、みんなもついていけると思う。だから、ケイちゃん、私は、あんたに委員長、やってもらいたい。私の後、みんなを任せたい。ミヨン。大丈夫。あんたならみんなのこと任せられる。正しいことを強い思いで貫き通して、たとえ苦しい状況でもみんなを励まして勇気づけてくれる。そんなケイちゃんだから、きっとみんなをまとめていけるし、私もケイちゃんなら多分これからもずっと信じられると思うんだ。それじゃあ、ミヨン、最初から？なんか、試されてたみたいだな。回りくどいことをしたことは謝るよ。でも、知りたかったんだ。ケイちゃんが本当に、この役目を引き受けてくれるかどうかってね。引き受けてくれる？ケイちゃん。俺は、圭一くん、頑張って。圭一さんならきっと大丈夫ですわ。圭一。しかいないと思うのですよ。みんな俺についてこれるかー！あー！おめでとう前原くん。頑張れよ、君ならできる。そうですか。ずいぶん白熱した大激闘だったみたいですね。もう最高に盛り上がったのでございますわ。最後の圭一さんの特攻は私たちの部活の歴史に残る名場面でしたのよ。いやいや残念。ぜひとも実際に見てみたかったものですよ。話を聞いているだけでも楽しそうな雰囲気が伝わってくるようですから。しかし確か前原さんはひなみ沢に引っ越してきてそんなに日が経っていませんよね。それでみおんさんの後任で委員長とは結構荷が重くありませんか？最初は私もレナさんもそう考えていましたわ。もう少しひなみ沢の生活に慣れてからでも遅くはないのではございませんかって。でもこの前の缶蹴り勝負で確信いたしましたの。圭一さんはきっと面白い院長さんになってくださいますわよ。なるほど。聡子ちゃんがそこまで言うなら私の心配するところではありませんね。ぜひ今度の試合でも我がひなみざわファイターズの助っ人として大暴れしてもらいたいもんですよ。またゴルフクラブを持って殴り込みに来るのですよ。あの時は最高に笑いましたわ。それにしてもリカさんは策士ですね。最後の最後に寝返るとは。寝返るとは人聞きが悪いのです。立ち馬に乗ったと言ってほしいのです。さすがはリカさん、勝機を見事に読んだわけですか。まったくリカには油断も隙もありませんわ。まさかあんな場面でリカに裏切られるとは予想外でしたもの。今度からはリカの動きにも要注意でございましてよ。あらあら、黄金コンビ解消？それは大変だわ。次からはさとこちゃんが罰ゲームの常連になっちゃうかしら。みー、僕がフォローしないさとこは石のたぬきさんなのですよ。なんですって？意味はわかりませんが聞き捨てなりませんわ。みぱーん。はいはい、さとこちゃんの診察はまだですよ。最後に注射が残ってますからね。うん、注射。そうでございましたわ。終わりましたよ。え？あら、あっという間でしたわね。すっかり注射にも慣れたみたいね。以前の大騒ぎが嘘みたいだわ。大騒ぎというほど騒いではいませんわ。ちょっと暴れたことはありますけどね。入り江の陣中に聖剣好きしておいて、ちょっととは奥ゆかしいのです。たまたま手を振り回したら当たっただけですわ。そうそう。私も腕を引っかかれたわね。おかげで二の腕にミミズバレができちゃって大変だったのよ。ごめんなさいと後でちゃんと謝ったではございませんか。高野さんはシオンさんと同じぐらいにしつこいのでございますわ。ごめんなさい。あんまりムキになるさとこちゃんが可愛いからついね。覚えていますか？あの時のこと。もちろん。あの時のパンチが私のハートをキュンと打ち抜いたのですよ。ああ、今思い出しても心がときめきますね。もう少し本気で殴ってもよかったようですわ。あら、さとこちゃん。恋だって認めたわね。いいんです、いいんです。恋とはすなわち恋。そして愛情の証。そして私の心もバッチコーイってな感じにウェルカムですよ。そうです。あれはまさに神が下された典型とも言うべき衝撃、そして感動。この入江恭介、はっきりと悟ったのです。私の理想とも言うべきメイドにふさわしいのはこの子しかいないと。そう、これは神から下された私の使命。さとこちゃんメイド化計画こそまさにノブレス・オブリッジなのです。にしてもまあご自分のキテレツしちゃらかな趣味をあそこまで熱く、いえ熱く語れますわね。ほらよく言うでしょ、天才と何かは紙一重だって。私はむしろこれまで問題が起きなかったことに神の祝福を信じたいですわ。さとこ、早く検査を終えないと遅れてしまうのですよ。そうでございましたわ。それでは高野さん、お願いしてもよろしいでございますか？はいはい、それじゃあ行きましょう。バカ。リカさん？大丈夫ですか？なんだかまだ元気がないようですが。平気なのです。ただの夏風邪だと思うのですよ。それならいいんですが。何か薬を出しましょうか。薬は必要ないのです。よく寝てよく食べていれば、もうすぐ治るはずなのです。そうですか。わかりました。もし何か異常があったら、ちゃんと言ってくださいね。できる限り力になりますから。大丈夫なのです。入江たちの研究には影響がありませんから、心配には及ばないのです。あ、そうですか。ごめんなさいなのです。意地悪な言い方をしてしまいました。え？ああ、いえ、大丈夫ですよ。耳の痛いところではありますが、確かに私たちはあなたたち二人に相当無理をさせている。申し訳ないことです。そのおかげで生活ができていますから、別に平気なのです。それよりも、研究の方はどんな感じに進んでいるのですか？研究の成果は、お二人のご協力のおかげで、確かに上がっています。でも具体的な対策にまでは、まだたどり着けていない。あと一息なんですが、どれも決め手に欠けて、満足には程遠いのが現状です。では、里子の病気は？現在は安定して、レベル3マイナスを保っている小康状態です。それでも、完治には程遠いレベルです。それに不測の事態が起きてしまうと、再度発病しても不思議ではない。悔しいですよ。せめてあと少し、時間と資金が許されるなら、あと3年という期間内で、末期症状からの回復に、どこまで迫れるか。入江は、よくやってくれているのです。里子も僕も、とても感謝してるのですよ。すみません。そう言ってもらえると、少しは救われます。入江、あなたは、3年経った後は、どうするつもりですか？偶然治療薬を発見できたおかげで、いくつかの医療施設からお招きをいただきました。正直に言って、ここに来た時は、それが私の望みではあったんですが、今は、できれば。それはともかく、夏風邪といっても、決して馬鹿にはできませんから。あまり冷たいものを取りすぎないよう、食生活には注意してくださいね。わかりましたのです。でも、里子に任せると、楽だからといって、そうめんになることが多いのですよ。聞こえてましたよ、リカ。そうめんにしたのは、食欲がないってあなたが言うからでございましょうが。こらこら、里子ちゃん。時間も計ってるんだから、こっちに集中して。里子ちゃんも心配していましたよ。内緒ですが、夏風邪によく効く薬はないか、食べ物はどんなものがいいのか、なんて毎日買い物帰りに立ち寄っていましたから。知らなかったのです。優しい子です、里子ちゃんは。だからこそ、私はこの病気の解明のために、自分の持つ全てを捧げて、彼女を救いたい。そのためなら。ありがとうなのです。はい、もしもし、入江です。東京から凱旋です。そちらへ回します。ああ、リサさんですね。電話は所長室で取りますから、そっちへ回してください。リカさん、すみません。東京からの電話なので、ちょっと失礼します。いってらっしゃいなのです。ニパー。高野？ちょっと、お外の空気を吸ってきてもいいですか？ええ、構わないわよ。こちらはもう少し時間がかかりそうだから。いいか？先に行くのはなしでございますわよ。大丈夫なのですよ。お日様に当たって元気をもらってくるだけなのです。いつからリカはひまわりになったのでございますか？まあ了解ですわ。私もとっととこのテストを終わらせて呼びに行きますから待っていてくださいませ。はいはい、それじゃあ頑張りましょうねさとこちゃん。それじゃあ次は前原委員長か。今日のパーティーはきっと盛り上がるでしょうね。信じるのは難しいけど、信じなきゃ始まらないって、誰かが言っていた気がします。殺されたって、俺はここをどかねえぞ。お前を生かせれば、シオンのいない世界になる。その世界では、いなくなったお前のことをずっと思って、毎日うつむいているサトコがいるんだ。俺たちがどうやって慰めても、その場だけは元気そうにするが、すぐにまたうつむいてしまう。そんな悲しい世界があるんだ。俺はサトコに、そんな悲しい世界を見せたくない。俺たちが描く世界は、昨日までがそうだったように、みんなで楽しく過ごして暴れて遊べる、あの世界だ。もちろんおじの野郎なんかに二度とサトコを脅かさせるような真似をさせない。それがどういう方法なのか、今この場では確かに思いついていない。でも、それは絶対に思いつく。絶対だ。だから、俺を信じろ。それこそ、考えても仕方ないか。情けない。調子に乗るなよ、リカちゃん。運命を読めるなんていい加減なことを言っちゃいけないぜ。男にとって、宿命と運命という言葉は、もっともっと尊くて熱い意味がこもってるんだ。そんなやすやすと読めるようなもんじゃねえ。みーん。さっきリカちゃんは、マスターが100億長者ゲームを持ってくることを運命だと言った。偶然であったとしても、的中したのだから、リカちゃんが正しいと言わざるを得ないさ。でもな、こうも言ったよな。何ですか？俺が100億長者ゲームで戦うことも、運命だってな。なら、その運命とやらを、俺がぶち壊してやろうじゃないか。厳しいか、これは。せめて赤坂がいればなんて願いすぎかしら。やっぱり圭一かしら。そうか。リカちゃん、終わったわよ。待ちくたびれたのです。あと10秒遅れたら置いていこうかと思っていたのですよ。ほら、リカ。やっぱり置き去りにするつもりだったのでございますわね。間に合ったから OK なのです。一緒に行くのですよ、ニッパー。はははは。そんなに急がなくても、まだ十分間に合いますよ。部活の先輩としては、やはり一番乗りして皆さんを歓迎するのが筋でございましょう。何事も初めが肝心ですわ。早く行って、歓迎トラップを仕掛けるつもりなのです。あんまりやりすぎないようにね。新部員歓迎が、退部者送迎になっては寂しいでしょうから。そのあたりは加減いたしますわ。さ、行きましょう、リカ。圭一さんに遅れをとっては松代までの恥ですわよ。では、また来週なのです。ペコリ。